こんにちは、バンドネオン奏者の小松亮太です。おかげさまでですね、私98年のデビューから今年で15周年を迎えることになりました。この度11月9日に、渋谷のオーチャードホール、文化村ですね、オーチャードホールで、僕の15周年記念コンサートをやらせていただくわけですけれども、ギタリストの鳥山裕二さんをゲストに迎え、そして、これからのゲストもまだ続々決まりつつあります。で、僕が作曲しました、風の歌ザ・世界遺産と鳥山裕二さんが作った世界遺産のためのテーマ曲、あの有名なザ・ソング・オブ・ライフなどなどガンガン演奏して、でもちろんですね、僕のホームグラウンドでありますアルゼンチンタンゴの数々も聴いていただきます。最近はですね、このフィギュアスケートの世界でですね、もうとにかくもうこのアストル・ピアソラの曲ですね、アディオスのニーノとかリベルタンゴとかもう本当にもうガンガン使われてるわけですけれども、その辺の、皆さんが絶対にどこかで耳にしたことがあるピアソラの作品の数々、それから、この前、演奏しまして、ライブ CD が出ましたブエノスアイレスのマリアというアストル・ピアソラが作ったオペラの中のハイライト曲、この辺もですね、ガン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 行ってしまうと思っています。そしてもちろんです、ラ・クンパルシータをはじめとしたもう往年のタンゴの名曲もですね、これでもかとばかりに演奏しますので、もうこちらもぜひ見に来てください。とにかくですね、この11月9日のオーチャードホールでは小松亮太のこの15周年の集大成をですねガツンといきますので、ぜひ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 皆さん、東京の方はもちろん、大阪、名古屋、あるいは関東一円、北海道、もうどこからでもぜひいらしてください。というわけで、バンドネオン奏者の小松亮太でした。これからもどうぞよろしくお願いいたします。